はい、私は、音楽の教師を、やっております。そうですね、父と母もサイクの音楽教師でしたので、やっぱりその感覚があったんじゃないかなと思います。教えるのは基本的に、まあ、割と昔から好きですね、うん。そうですね、私は空港関係のなんかトランクとか運んでる車あるじゃないですか。あれがなんか私昔からやりたくてですね、なんか、後ろがどんどんついてくるような、うん、ああいう仕事をやってみたいなと思ってます。そうですね、やっぱり一番はなんていうんですかね、教えてった卒業してった生徒たちが、それぞれの教会で頑張ってる姿を訪問した時に見てですね、そういうのがやっぱり自分としては本当にやりがいがあるし、やっててよかったなと思う瞬間ですね。そうですね、最近あんまり辛いことないです、はい、そうです。理想としているのは、聖書の中で言えば自分と同じ路線って言ったら上から目線ですけど、ダビデのような音楽もやり、そして神様といろんな人生でいろんな時があったけれども、でも神様との関係においてはいつも子供みたいに、いい時も悪い時も神様にすがりついてたっていう、それが私の理想としてだと思います。本当はですね、私は指揮よりも作曲してる方が向いてると思うんですよね。大勢の前に出てやるっていうのは、まあ人数的に、多くても10人ぐらいまでが本当は自分としては合ってると思うんですけれども、でもたくさんの人数が本当にここ一番で一生懸命神様を一つになって賛美してる瞬間っていうのは1年何回かあって、そんなに多くはないんですけど、その瞬間は本当にこういう若い子供たちの前で、彼らと共に神様を賛美できるっていうのは本当に嬉しいなと思います。1週間のうち好きな日は、何曜日かな、金曜日ですね。金曜日は1週間が終わろうとしてて、そしてこの1年は金曜日授業がないんですよね。ですので、まあ一番創作カードを打つとかできるし、割と自分で自由に時間が使える、ので1週間のうち、それから安息日に入って、るっていうこともありますし、まあ、それが今年は1週間のうちで金曜日が一番好きです。やっぱり1年生と3年生っていうのは全然違って、1年生例えば、私コアイアの指揮もしてますけれども、そうすると1年生のうちはまだこの落ち着きがない人もいるし、いろんなところでこう心が定まってない感じがする人がいるんですよね。心があちこち見てる。それが3年ぐらいになってくると、本当にもう賛美する時の心なんて肝が据わってくるっていうのが言い方は一つですけど、こっちを見るべきだっていうのが分かってくる生徒が、賛美する時こっちを見るべきだっていうのが分かってくる生徒が増えてくる。それが本当に成長を感じます。ルーティンですね。アレンジをしたりとか、まあ、音楽的なことはルーティンっていうのをアレンジをしたりとかするときに、ここの後ろのキーボードありますけども、これでもう即興的にバーって、30分から1時間、もう思いつくままに弾いて、それからお祈りしてスタートするような、まあそういうところですかね。この前、数日前がサマーコンサートでしたけれども、これは保護者会が終わった後2週間しかないんですよね。去年まで3週間あったんですけど、今回行事の関係で2週間になっちゃって、しかもその間にコロナが続出してですね、私自身もコロナで5日間隔離やったんです。本当にこれできるかなと思ったんですけども、むしろ、今まで以上に生徒たちが集中して、私がいない間も助け合ってですやってですね、本当に完成度が2週間よくこんなにできるなというような完成度も上がっていって、まあ、それが嬉しかったですね、私は。やっぱり曲を作ってる時が一番です。本当に。ああ、これは本当に
自分で言うのもなんですけど、これは神様が私に与えられた仕事なんだな、特別な時間だ、神様を一番近くに感じます。曲を作ってる時がそれが一番幸せな時間です。そうですね、この部屋好きですね。この部屋もうちょっと静かだったらいいんですけど、いろんな音がピアニストの音が聞こえてきてしまうので、午後はちょっといろいろと音が聞こえるんですけど、午前中静かでですね、この部屋は集中できます。まあ、いろんな時にあったんですけど、今まで曲を作るようになってからもう何十年も経ってるわけなんです。いろんな時があったんですが、その中で今はできるだけこの自分の心に素直に、あんまりあれこれ考えすぎない、もちろん作る前はいろいろ考えるんですけども、作り始めたら素直に神様が導くあれるままに書きたいなと、思います。今作曲、はい、一曲してます。一番好きな賛美歌はですね、もう前の賛美歌、昔の日記でどうしても出てきちゃうんですけど、今の賛美歌で言うと、希望の賛美歌の67番、緑も深きって曲なんですけども、イエス様は本当に天の宇宙で一番すごい、地に、素晴らしい場所にいて、それを全部捨てて、私たちのような本当に汚い世界にやってきてくださったんですけれども、それも生まれた時から本当に貧しいところで、でも神様与えられた、イエス様与えられたところで満足して、神様に栄光を期した生活を、人生を送られたんですね。私もそうなりたいなっていう歌詞が、また曲もシンプルだし、あの曲は、多分高校ぐらいから好きになって、未だにそれ好きです。ですね、創世記の、28章だったかな、ヤコブが家をから離れてですね、家に入れなくなっちゃって、嘘をついて長子の特権を奪って出ていくんだってね。そうした時に、途中ですね、神様が現れて、イエス様が現れてすぐそばに立って、私あなたがどこに行ってもあなたを守り、私はこの地に連れて帰るだろう、私は決してあなたを捨てず、あなたに語ったことを行うだろう、あなたがどこに行っても私はこの地っていうのは天まではしごが続いているところですけども、イエス様と繋がって、天に繋がっている場所に私は連れて行くよと、この聖句はですね、私が浪人している時に、私はこう一生自分の宝物にしようと思って、未だにそう思っております。いくつもありますけども、私は病気を持ってるんですが、これで何度も入院したりとかしてきまして、最近は安定してますけれども、これで本当にこれ今回はちょっと、命がなくなることはないと思うけれども、かなり致命的だなと思った時もあったんですね。出血を大量にしちゃって、もう心臓バクバクして、でもそうなればなるほど神様っていうのは近くに感じるもんで、自分がダメだなと、他にもいろんなことありまして追い詰められた時、そういう時になればなるほど神様っていうのはそばに感じますね。そうですね、やっぱり広島産業学にいる間に神様と出会ってほしいなと。そしてやっぱり人生っていうのは背骨が必要ですので、本当にこれは絶対に掴んどかなきゃいけないっていうのがあると思うんです。それはもちろん人生長いですから、大学や就職してからもできますけども、大学に行った時にバッと揺さぶられた時にすがりつくものが必要だと思うんですね。もちろん仕事についてからも、それをぜひですね、この学校に意外なに掴んでほしい、そしてそういう仲間を作ってほしいなと思います。卒業生にいろんな状況の人がいると思うんですね。うまくいってる人もいればうまくいってない人、私も教師やりながらそういう人生いろんな時もありました。でもですね、皆さんには帰る場所があります。この帰る場所、神ホームっていうところがありますけども、帰る場所、神様っていう帰る場所があります。どんな状態でも神様はね、受け入れてくださるわけなんです、聖書によりますと。ですのでですね、ぜひ神様と共に人生を歩んでいってほしいなと。